皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はなんとですね、私の右の足の親指の爪がお亡くなりになりました。非常に悲しいんですけども、これね、原因はもう分かっていて、ガンって足ぶつけちゃったんですよね。でぶつけた時にパキンってこうなって痛みたいな、うわっこれやったなと思って足見たら、やっぱり一部分ベリってね、響いて剥がれて浮いちゃったんですよ。で剥がす時に浮き上がってる爪の部分は全部もうニッパーでカットして取り除きました。変にね、ちょっと残しといてブルーでくっつけるとか、もうそんなことしなくていいと思います。多分爪自体だいぶ脆くなってたので全部取り除いちゃった方がいい。ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、今日はこれを復活させます。綺麗な足の爪にする。それではまずはちょっと足を洗いに行きたいと思いますので、今からお風呂の方に行きたいと思います。それではレッツゴー。ということでお風呂に来ました。すいません、生活感がちょっと出てるんですけども、ということで今から足を洗っていきたいと思います。で足を洗うんですけど、使うアイテムが普通にボディーソープと、あとこの3つ使おうかなと思っています。過去に動画でも出したことがあるんですけども、この MCN のスパピーリングですね、ピーリングとクラックバームっていうすごい保湿力のあるバームなんですけど、足のこれとでオイル使いたいと思います。じゃあてか声がめっちゃ響いてそう、お風呂だからはい、うちのお風呂です。ちょっとね、いろいろ見えちゃってるかもしれないですけど、あんまり見ないでくださいとりあえず洗おう。洗うやつ何にしようかな。普通のボディーソープですこれてか私のボディーソープがね、ちょっとなくなっちゃったんで、夫のボディーソープを勝手に借ります。軽めに洗った方がいいと思う。あとでピーリングもね、するのでがっつりしっかり洗えるんですが、足をきれいにします。で、洗い流せたらこちらですね、このピーリング。ほっ硬い、久しぶり。いけたピーリングがちょっとスクラブも入ってるんですよ。ソルトピーリングなんで、塩のやつで見る、ジャリジャリしてるんだけど後ろにさ、すごい必死に撮ってる私が。それでよいしょ、ジョリジョリ洗う。あー気持ちいい。うん、めっちゃいい香り。これやっぱプロ用のスパのアイテムなんでね、香りがねすごい、こうなんだろう、スパサロン的な高級な香りがします。膝もついでに。これ使った後すごくオイルが残ってるんですよね。だからここになんかオイル持ってきてるけど、もはや今日いらないかも。でもお風呂で足がちょっと今太いじゃないですか。だから痩せたくて足のマッサージをちゃんと始めようかなと思ってたので、一応お風呂場には置いていこう。引っ越してきてから久々に出した、すごいオイル。めっちゃオイリーなんだけど、すごいめちゃくちゃいいな、これ。あ、シフト。シフト。っていうか、これ、いらないかも。これとこれ。持ってきたけど、なくて良さそう。これ1個で、なんか、すごいいけました。スクラブもできるし、ピーリングもできるし、オイルでケアしたみたい。なんか、バームでケアしたぐらいの、しっかり保湿もできるんで、もうこれでいいかも。ということで、私のネイルルームに戻りたいと思います。はい、ということでこんな感じです。でここね、靴ずれがひどすぎたので、ちょっと可愛いハートのシールを貼ってごまかしてみました。靴ずればっかりでだいぶ汚いんですけど、すいません。これでいきます。はい、綺麗な足を目指そう。ということでこんな感じになっています。ここがね、ない感じ。今からちょっと表面を滑らかにしたいと思います。で、ネイルマシーンなんですけど、私がプロデュースしているこちらのネイルマシーン、セルフの方とかちょっとこう自宅サロンで1日に1人2人やるかなみたいな人にはすっごいおすすめです。プチトルっていうメーカーさんとコラボして出したんですけど、価格とパワークオリティっていうのが一番ベストなものを選んでいます。
でそれいつも使ってるので、もっとプロでもうサロンでがっつり使いたいんだっていう人には、なんかね最近これ全然他社で私関わってないんですけど、シャイニーっていう、あの前ニッパーとかプッシャーとかも紹介したことあるんですけど、そこの会社から出てるこのポータブルタイプの、ネイルマシーン、これすごくいいです、プロ向け。なんかね裏輪とかみたいに本当すごいパワーがあって、もうがっつりプロが使えるやつなんですけど、価格がね、あのそれよりも全然安いからおすすめです。ということで、まあ何でもいいです。マシーンで結構ねがっつりあの削れるやつでいいです。ここまで尖ってなくても先端が丸くなってるやつとか、はい。で弱めでいいと思います。弱めにして、うん、なんか表面がね今だいぶなんていうんですかね、デコボコになってるので、それをね軽く整えます。あ、これあのこっちのコラボのやつも使い方一緒、やり方一緒です。で今セルフなのでね、こういう向きでやってるんですけど、なんかお客様にやるっていうシーンがあったら根元から先端の方がいいかも、やりやすいかも。一旦こう全部削って、で左右反対にして、よいしょ、足ってやりにくいな本当。これね足の爪の状態によってもし痛かったりしたらストップしてくださいね。なんせね表面のデコボコとか段差をなくします。うん、 OK じゃない、もうツルツルになった。でついでにねギリギリもこうやって当てちゃってキューティクルも上げちゃいます。あのプチトルさんとのやつの場合はこっちに切り替えた方がいいかもね、ビットの方が安全だしやりやすい。私が今使ってるこのシャイニーのやつみたいなビットだったらもうこのままいっちゃってもいいかな。うん、オッケー、はい。ちなみに、マシン持ってないっていう人なんですけど、セルフネイル やってる方結構やるかもみたいな人はマシンね持っておくとすっごい便利ですよ、本当に便利で。マシン買うときに下にねめっちゃ安いマシンを買わない方がいいです、危ないから。結構うん、危ないっていうか、うん、まあそうですね、安いネイルマシンおすすめしてる人はあんま見たことないかな。安いの買ってもいいけど、なんか安いので長時間使ったりとか結構細かいケアまでがっつりやるみたいなはやめた方がいい気がします。今度ねなんかいろんなネイルマシンの比較とかしようかな、安いのと中堅とみたいなね、やってみてもいいかもしれない。でダストをね払って、しっかりダスト払ったら次にアクリルパウダーの準備です。じゃじゃん、これねポラブっていうブランドで、実はレティジアの姉妹ブランドなんですけど、レティジアからアクリルパウダーって出てるんですよ、知ってました？実はね、でももうこれ ほとんど在庫なくて売り切れたとかもあって、新しく作ることはないかもしれないから売り切れたら終了なんですけど、ピンクベージュ1、クリア1、1対1で混ぜてみるか。よっ、ちょっとクリア少なかったかな。よっ、で、ぐるぐる混ぜて、アクリルリキッドを、これなんか容器に入れました。で、しかもブラシもアクリルほんと使わないので、私、ブラシすらももうちょっとね、事務所に置いてきちゃったから、このブラシ使えます、ポリジェルのブラシ。これナイロンブラシなんですけど、アクリルもね使えます。ちょっとやりにくいけど 3D ブラシぐらいの大きさなので、みんなはね持ってたらもっとあの毛の大きいアクリル用のブラシ使った方がいいと思います。あ、でそうだそうだ、これプレプライマー、プレプライマーとプライマー使えます。しっかり取れないように両方使った方がいいと思いますので、でさっきしかもこのお風呂ですごい油分多いので洗ったので、しっかりプレプライマーする、絶対に隅々までプレプライマーする。で乾いたらプライマー塗る。本当足汚くて申し訳ない、しかも日に焼けてるし、う最悪、ごめんね足汚くて。乾かす、しっかり乾かす。できたら
よいしょ、ちょっとキッチンペーパーみたいなの置いといて、リキッド染み込ませて、で、ちょっと調節して、で、パウダー取る。アクリルの使い方、過去に動画にしてるんですが、まだ見てない人、見たことない人はね、そっちを。アクリルパウダーはクリアかナチュラルを使うのが一般的かなと思いますが、今日ね、それ使っちゃうともう本当何やってるか見えないので、あえてちょっと色を混ぜて何してるか分かりやすいようにしていきます。置きます。やっぱちっちゃいからやりにくいな、ブラシが。でこれをね、ジェルでやっちゃダメなんですかって多分思うと思います、皆さん。いや、ジェルだとね、高加熱が熱くて耐えられないんじゃないかな。でその皮膚にめちゃくっつくことはないから絶対浮いてくるので、このね部分に直接アクリル乗ってるけど、なんかもうくっついちゃって、もう爪がもうここでもう動かなくなっちゃってみたいなことはねならないですね、はい、うん、オッケーオッケー。じゃああとはこの根元の方につなげていきに作って、途中で電池が切れてしまったんですが、乗せたらねこんな感じです。多分指バージョンもやっていると思うので、まああんまり見えなくても伝わるかなと思います。そしたらね、表面こんな感じでちょっとボコボコしてるので整えます。そしたらベースっていうかね、クリアジェルでいいかも。オフ大変だし、ベースだとこんだけもう下地あるんで、クリアでいきましょう。クリアを塗布して全体をコーティングで交換。何色にしようかメタメタに迷ってるんですけども、どうしよう、マゼンタ綺麗だなぁと思ったり、あとはもう純粋に赤、しかもピュアレッド、あこれいいな、やっぱりこれいいかも。赤のネイルってなんかセクシーでいいですよね。カーもちょっとこういうやつ、くすんだちょっとパープル味のある、これロイヤルパープルって色なんですけど、若干ベージュっぽいの。赤かな、分からん、ちょっと赤にしてみる今回は。結構でもブルー系の服着るから赤ってどうなんだろう。塗ってみましょう、とりあえず。あかわいい。てかこのレティジアのこのピュアレッドっていう色がね、めちゃくちゃ色気カラーなんですよ本当に。あのね、赤の中でもだいぶ厳選した赤です。真っ赤とかオレンジっぽい赤とかじゃなくて、ちょっとピンクっぽい赤なんですよね。では硬化します。そしたらこのね、マリーアトリエっていうブランドがあるんですけど、韓国のジェル、これのキラキラを塗りたいと思います。これにしようかな、赤だし。いやフットはね、もうキラキラがやっぱ一番可愛いんですよね結局。ほら可愛い、下地に赤を塗ってるからこういうギランとキラキラになるのですよ。 OK ということで硬化します。じゃあ仕上げにトップを塗ります。よかった、ネイルできるようになって。一時はどうなることかと思いました、本当に。ということで、すべて完成したらこんな感じです。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日の動画はかなり Vlog 要素が強くて長かったんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。爪のこの応急処置のやり方は、いろんなね、流派があります。今日のは比較的セルフでもやりやすくて、簡単安全なやり方かなと思っています。こだわり出すとね、もっともういろいろやることがあるんですけども、
はい、今日はこんな感じで最後まで見てくださってありがとうございました。こちらの写真はインスタグラムにもアップしておきます。よかったらインスタもチェックしてくださいね。ではでは、また他の動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。